皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香里です。今日は大河ドラマ麒麟が来るでも登場する福井県の一条谷朝倉市遺跡に来ています。今日この後復元町並みを歩いていこうと思うんですが、その前に衣装チェンジしたいと思います。それでは早速復元した町並みを探索していきましょう。一条谷に来るのは2回目なんですけれど、時代的な装束に身を包んで復元した街並みを歩くというのは初めてのことなので、すごく楽しみです。私の大好きなこのタイムトリップ感が味わえるのではないかと、今からとてもワクワクドキドキしている次第でございます。それでは復元した街並みを歩いてまいりましょう。ちょっと門が見えてきましたね。早速どなたかのお宅に伺ってみましょう。一歩裏手に入りますと、このように遺構を見ることができます。ご覧ください、こちらに井戸が見えます。でこの井戸はですね、なんと一軒一軒あるんですよ。なかなかこう井戸って一家に一台じゃなかったんですね、昔は。なのでこの朝倉市遺跡を見ると、なんかとてもこう水回りが整備されているといいますか、各ご家庭に井戸があるっていう、なかなか珍しいのかなっていう私は印象を受けました。また復元した城下町の方に戻っていきたいと思います。オリジナル和傘なるものが貸し出し中、無料貸し出し中とのことですので、姫君たちはぜひ和傘の方をねお手に取られて、こちらの復元した街並みの方歩かれてみてもよろしいかもしれませんね。人形さんが中にいらっしゃるご様子です。当時の人たちの暮らしをこのように見ることができます。商家の復元になっているようです。井戸もありますね。町民の方の街にもこう井戸が整備されているという、素晴らしい城下町です。夢舞台、越前朝倉夢舞台っていうのがあります。わあ、綺麗な紅葉が見えております。お、復元武家屋敷なるものがございますぞ。復元の武家屋敷に入ってみましょう。ちょっと一段一段が高いですね。昔の人は大変ですね、この装束を着て畳の階段を登っていくという。やっぱり武家屋敷だと町民の家とは違って敷地が広いですね。もう何の部屋なんでしょう。あ、ご飯を、お食事の用意がされていますね。この壁には水が入ってたんでしょうか。なんかこうすくうものもありますね。ということはこれは水がめでしょうかね。ここは水が流れてたんでしょうか。とても水を汲みそうな感じがしています。家の中に水が入っているなんてすごいですね。ここの一条谷のこの朝倉市、遺跡といいますか、この城下町はここ自体でかなり籠城できちゃいますね。この溝が大変なんですけど、昔の人もこうやって溝を渡ったんでしょうか。そしてこちらは何でしょう。目の前にトイレらしきものが見えてまいりましたよ。立ち入り禁止とございます。トイレですね。どう見てもトイレですね。トイレだ。それでは板蔵に入っていきたいと思います。よろめく。こちらは蔵ですね。本当に冬を越すための食べ物とかが保管されていたんでしょうか。それでは主殿の方にも参りましょう。武家屋敷の主殿に入って参りましょう。す
ごいですね。台所でしょうか。先ほど見たあの納屋の方の食事セットはきっとお手伝いさんの食事セットだったのかもしれませんね。やっぱりこうかなり豪華なお食事が用意されているようでございます。武家屋敷の中にはお武家さんが将棋を指している様子なども見られます。そして甲冑も展示されてますね。唐門ガイダンス館跡っていうのがありますね。こちらがガイダンス施設になっているようでございます。お、こちらにはスロープもついております。入っていきましょう。お、一条谷五条院と書かれた上りが見えますね。帰りに絶対に買っていきたいと思います。五条院私集めてるんですよ。しかもですね、ちょっと今思い出しましたが、普通の一条谷城の五条院に加えて明智光秀バージョンとアマビエバージョンなど3種類の五条院が今登場しているようでございます。こちらは奥に展示室があるようなんですが、ちょっとこの格好だとはばかりがあるかと思いますので、皆さん展示室もぜひ見てみてください。さてこちらで復元町並みは終点でございます。こちらまでしか作られておりません。この後ろにもね、ずっと家臣の屋敷だったり、きっと町民の屋敷だったりっていうのがまだまだ連なっていたと思います。この一条谷の地形のこの谷の部分ですねに朝倉の栄華が詰まった城下町があったことと思いますが、こちらが全て見れるようになる日は来るんでしょうか。復元もしてほしいです。そして何かしらで見れるようにしてほしい。これからますますこの街並み楽しみです。ではこちらで本日は失礼いたします。みんなバイバーイ。さて次は足利義昭がいた安養寺にやってまいりました。安養寺です。御所って書いてありますね。早速行ってみましょう。上りが立ってますね。周りの田畑よりは高い位置に建てられております。安養寺は現在の福井市内にある浄土宗西山禅林寺派の寺院が、戦国時代に所在したところで1473年に足利高景が建立したと伝わっているそうです。一条谷で最も大きな寺院の一つだったと伝わっているそうです。御所はここの場所はお寺が建っていた場所で、御所はあちら側のようですね。ちょっと御所のあった場所を見てみましょう。室町幕府将軍足利義昭がこちらにいたようです。今大河ドラマでもちょうど佳境を迎えている一条谷朝倉攻めが始まっていて、先週はですね金ヶ崎の軒口の場面でしたが、足利義昭公が滞在していたこの安養寺のお寺の敷地の隣にこう一段下がった場所があるんですが、この一段下がった場所に御所が建てられていたそうです。一番高いところに将軍いらっしゃったのかと思ったんですけど、一段下でしたね。ちょっと水がすごい流れていて怖い。あー、ぐしゃってなる。あ、危ない。危うく大惨事になるところでしたよ。さあこちらが将軍義昭公が、一条谷に朝倉に助けを求めてやってきた時に、滞在していた御所跡になります。この場所を細川藤孝や、明智光秀も来たんじゃないでしょうか。将軍足利義昭公が踏んだのと同じ土地に今私はいる。将軍気分だぜ。というわけで安養寺でした。
この後、一乗谷ブラタモリツアーが開催されます。